皆さんご無沙汰しております、ヒロさんです。今回は100均のおもちゃコーナーに売っているマジックウニ坊主で遊んでいこうと思います。こちらがそのマジックウニ坊主ですね。友達の話だとこんなようなワームが釣り具屋さんに売っているらしいんですが、ネットで調べたところですね、あまりにも高すぎてヒロさんの経済力ではとても買えませんので、今回はこちらを使っていきましょう。で、至近で見るとこんな感じです。ウニ坊主というだけあってかなりトゲトゲしてますね。で、中心部にはエアポケットがありますので、比重の軽さも相まってかなりの浮力を有しております。実際ですね、缶付きチルの4番5番ぐらい程度では全く沈む気配はありませんでした。素材も見ての通りかなり丈夫いので、そう簡単に壊れることはないと思います。そうですね、例えるならエビングスティックのような素材なんでしょうかね。これまた色ですが、油性マジックで簡単に着色できますので、デフォの5色が気に入らない人は自分で塗りましょう。そうですね、ヒロさん的には青に黒を塗ると純バグっぽくなるのでおすすめです。少々汚いですが、魚はそんなことは気にしませんので大丈夫ですよ。で、おすすめリグはドロップショット。針はですね、ウニボールの大きさ的にどうですかね、缶付きチルの4番から6番程度でいいと思います。重りは100均のダウンショットシンカーが安くておすすめなんですが、あまりね、売ってない場合がありますので、100均シンカーがね、手に入らない場合は、その辺に売っているナス重りの藍をこんな感じでペンチ等で潰して代用しましょう。動きはこんな感じです。比重が水より軽いので、そこからステイト分浮かせてふわふわさせることができます。浮かせたくない場合はですね、適当な重りを適当にカットをしまして、エアポケットにぶち込めば高比重になり沈ませることができます。ただこうすれば釣れるというわけではありませんので、状況や気分で使い分けてみてください。またエアポケットに3から5グラム程度の適当な重りをぶち込みまして、針をちょんがけすればスモラバっぽい使い方もできます。動きはこんな感じ。普通に釣れそうですね。ガード付きフック等を使えば根掛かりも減らせそうですね。また撮影の邪魔をしてくる金魚ですが、暇な時にね、釣って遊ぶこともできます。またこの金魚釣りネタでやったんですが、案外面白くて、先輩のおじさんも面白がって30分ぐらいやってましたので、動画の最後にちょっとまとめておいたので、よかったらどうぞ。一家に一つ池があれば世界はもっと平和になるかもしれませんね。それではこいつを川へ持って行って遊んでいきましょう。よっしゃ、行く。松五郎さんや。すでに正五郎さんはね、 GoPro が回ってない時に1匹釣り上がりましたから、これは負けてられませんからね、さっさとやりましょう。ウニボール頑張れ。おっと、ほんとこの風やめてほしいな。何やってるか分からへん。あ、引っかかった。縄に引っかかりました。縄に取った。君の え、じゃあの、じゃあなんかおったじゃん。びっくりするわ。風がやらしいな。もうちょっとやんでくれんかな。どこにいますかね。すぐにピョコ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 。あそこも怪しい。非常に怪しいけど、ちょっと入れれるかどうか怪しい。入れれなかったと。ここもね、いるんですけど投げにくいんですよね。俺の腕であそこに投げれるかが問題ですね。これやべやべやべ、こらか最悪や。もうこれヒロさんの腕では無理でしたね。ブラックウニボールが切れてしまいましたので黄色でいきましょう。黄色ウニボール。
ニボールよくやった。マジックウニボール、何色やったっけ。黄色のマジックウニボールですね。オッケーオッケー、真っ白なバスですね。結構いいサイズ。おお、口の中入ってますね。ちょっと怖いな。12なんで、まあ抜けるでしょうけど、一応取りに行きましょうか。よし、おいで。やっぱいるとこにはね、いますよ。オッケー、ガッツガッツ、いいサイズ。まあ、朝頃さん、はい、マジックウニボールダウンショットで結構頑張りましたよ。ただね、これラインが12ポンドなんで、結構はい、もじゃもじゃの中にも臆せず入れれますから、いくらスピニングとはいえね、こういうとこでやるときはちょっと太めの、これこそ乾いちゃう、これマジで乾いちゃう。いや、それで上がったな、これ本当にさ、3ポンドとか4ポンドとかふざけたらないけど、切られるね、この歯で。これ、まあ、歯で切られてもらって、こんな細い人使ったことないで分かりません。ブラックバスターでここに歯がありますから、口の中でこうやって糸が入ってしまうと、暴れた時にここで切れちゃうんですよ。スピニングとはいえどうですかね、最低でも10ポンドぐらいですかね、8ポンドから10ポンドぐらいを使うようにすれば、まあ、ラインブレイクをね、かなり減らせるのではないでしょうか。 OK OK。 いい感じ。さあ、できますか。休憩終わり。あれ、どこでかけたんだっけ。ここでかけたんやったかな。そうだ、こっから先、あれ、あれやったっけ。やべえ、忘れてまった。まあいいや、あっちにも投げたいんですけど、風が強いんでね、絶対引っかかりますから、ヒロさんの腕では投げれませんので、手前を全部ね、行きたいと思います。餌はね、十分いるんですけど、これ多分 GoPro がもう映らんな。そろそろやばいぞ。あんだけ餌がおりゃね、絶対バスいますから。あーだこうだでね、やっぱり餌についてますからね、バスは。なんかついてきたぞ。あれ多分鯉やな。鯉っぽいですね。おっ、おっしゃ、食った。よし、100均ボールよくやった。マスやろ。あー、マスですね。よしよし、焼きボール受けた。いいぞ、焼きボール。そこそこいいサイズです。ちょっとね、暗くて見にくいですけど、いいサイズ。おうおうおう、焼きボール素晴らしい。よっしゃ、捕まえた。捕まえたぞ。よっしゃ、とりあえず火はね、もう落ちてますけど、焼きボールでいただきですね。ルアーはもちろん100均ボール。オッケーオッケー。あとナマズくん発見。ただね、ヒロさんの腕ではね、あいつの前に落とせないんですよね。ウニボール食った。ウニボールでナマズくんヒット、結構でかいな。しまった、12ポンドや。あの階段まで行くか。しまった、何も考えてなかった、バカやで。とりあえず一回緩めて、よし、ここまで来れば取れるでしょう。よいしょ、お、いいとこかかっとんね。さすがですね、ウニ坊主。100均ボールグッド。おおお、はい、とりあえずマジックウニボールの威力は十分にお見せできたと思います。まだ試してないので分かりませんが、海で寝魚釣るのにもいいかもしれませんね。最近海にハマっていますので、
近々検証したいと思います。また冒頭にも言ったように長い間サボったお詫びにおまけ動画をどうぞ。赤いやつ出てすごいな、あれ赤いやつめっちゃでかいですよ。あいつは多分一番でかいんじゃないですかね。そうだよ、あいつを狙ってちょっとやってみてください。あ、今当たったやつですか今。ちょっとしっかりやってください。ちょっとクリニー狙うのなしですよ。狙っとらへんって。ブラインドで行ってくださいよ。ブラインドで、ブラインドで行っとらへんな。本当にその当たりがねめっちゃちっちゃいんですよ。ちょっとそこ釣れたんやけどな。じゃあさっきので多分もうあれ金魚慣れたんですよ。見破られとるんですよ。あ、そこいいかもしれないですね。そこいいかもしれないですね。やっぱ魚は陰にいますからね。まあ、クリニーは金魚を釣ることができるんでしょうか。最初は一発で釣ったんですけどね。だいたい GoPro 入れ忘れた時に限って釣れますからね、本当に。あ、今インチキですね、今。絶対、今のインチキですよ。ブラインドでやってくださいね。あ、金魚です。金魚釣ったの？金魚釣った。難しいな。一発だけやねえか。ちょっとあまりにも釣れないんで、巻きをね、巻きをしましょう。この辺かな。これで一気に活性が上がりますからね。また金魚釣りやれます？あれええとこでやれる。俺のつもりで作ったのかね。いや違います違います。なかなか釣れんもんなんですよこれは。なかなか釣れんですね。あんまり入れると水。今食いました今。今当たりましたよ。めっちゃ見とるね散歩した。それは見るでしょう。大の大人がこんな池で釣り堀しとったら。ちょっとナマズとか言おうかな。ナマズ入れたら金魚全部食われるじゃないですか。あ、今食っちゃいます。それ食っとるじゃないですか、それ。やっと釣れましたね。臭いわ、これ。あ、ちょっとバスポーズで。これ。バスポーズお願いします。バスポーズで。改めましてヒロさんです。今回のマジックウニ坊主ですがコスパ優秀ですぐ釣れてまあ良かったのではないでしょうか。金魚釣りも地味に楽しいですので水路で小物釣りなんかもいいかもしれませんね。それではまた次回お会いしましょう。